はい、本日私は JA 沖縄読谷ファーマーズマーケットユンタ市場前広場で行われています第31回読谷やちむん市の会場に足を運んでおります。今回は読谷やちむん市実行委員会委員長の与那原さんからお話をお聞きしたいと思います。本日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、今回第31回、読谷やちむん市イベントの方が無事開催されていると思うんですけども、開催当日迎えていかがですか？天気のことをちょっと気になったんですけども、崩れることなく無事、1日目終えたなと思っているところです。朝も早い中ね、お客さん多数の方がいらして本当に、嬉しいです。またね、この朝当日ね、本当にたくさんの方がもう10時前にもたくさん並んでいたんですけども、会場の様子今いかがですか？コロナの中で中止になったことやら、分散開催ということもあったんですけども、去年からこのユンタ市場の方で一堂に開催やちむん市ができたことっていうのはやっぱりいいなと、やっぱりこれだけの30工房が出展して充実してるなというふうにして、作り手の一人ではあるんですけども、本当に嬉しいですね。先ほど私のですね、インタビューした方で大阪から来られた方のお話をお聞きしますと、工房の方かと直接お話をするのがとても嬉しいというふうにおっしゃってたんですけども、実際に聞いてみてどんなですか？そうですね、やっぱり作り手も実際にそのお客さんと直接やちむんについてとか、また、若い世代のその料理の盛り方とかですね、そういうこともですね、食のことも話ししながら、このやちむん市ができるっていうのが一番いいんじゃないかなと、そういうふうに思っています。同時にチャリティーオークションの方もね、実施されたと思うんですけども、実際に、雰囲気っていうのはいかがでしたか今回？毎年3時ぐらいから始まっていたんですけども、去年の反省、3時ぐらいになったらもうほとんど各店舗の方もですね、品物は売れてお客さんが少なくなってしまって、それで今回からは1時半に早めにしてっていう、やっぱり1万円以上の品を出すということで、やっぱりいい作品商品が出展されるということで、これもお買い得じゃないかなと思っているところです。ちなみにですけど、分かる範囲で構いませんので、今回このチャリティーオークションに出品された作品点数っていうのはいくつぐらいになりますか？今回は出展数は30ですけども、ただそのやちむん市に協賛している、社会福祉協議会の振興のためにっていう、それを協賛してくれる工房、窯元の方もいてですね、34工房が、今回チャリティーオークションに参加しています。はい、それでは最後になるんですけども、今ラジオ沖の皆さん、インターネットテレビをご覧の皆さんに、やちむんファンの皆さんへ最後、与那原さんの方から代表でメッセージをいただきたいと思います。工房によって、1年、2月にこんな寒い時期ではあるんですけども、やっぱりそれを楽しみにしてものづくりっていうの、やちむん市を楽しみに、作り手の方もものづくりしていますので、また会える日をっていうか焼き物大好きになってください、ありがとうございます。本日はインタビューにお答えいただきありがとうございました。ありがとうございました。それでは第31回読谷やちむん市に足を運ばれた方からお話をお聞きしたいと思います。こんにちは。はい、こんにちは。ちなみにすみません、今日はどこからいらっしゃいましたか？豊見城市です。豊見城から、はい、ありがとうございます。
はい、今回ですね、この読谷八千夢市というのはこれまでに、足を運ばれたことはありますか？たびたび毎年楽しみにしてますね、はい、またこの2日間行われると思うんですけど、実際会場の雰囲気というのは毎年いかがですか？なんか毎年お客さん増えてるような気がしますね、うん、増えてます、はい、皆さんなんか若い人が多いみたいですね。若い人が、はい、もうね、年々また八千夢ファンの皆さんも増えているみたいですけども、ちなみに今回ですね、なんかお目当ての八千夢は見つかりましたか？もうほとんど完売状態でしたね。そうだったんですね、はい、でちなみに今回、いくつか八千夢の方も購入されたというふうにお聞きしたんですけども、どれか一品見せていただいてもよろしいですか？はい、こちらですね。はい、どうぞ。今見せてもらってますけども、こちらは、どちらの方で？志ですって、志工房さん。はい、ありがとうございます。またね、お話をお聞きしますと、この後行われる、オークション、チャリティーオークションの方にも、参加されるということなんですけども、実際楽しみですか？楽しみにしてます。毎年楽しみにしてます。この掛け合いがね、何とも言えないです。この後も楽しまれてください。本日はインタビューありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございます。読谷八千夢市に足を運ばれた方からお話をお聞きしたいと思います。こんにちは。こんにちは。今日はどちらから来られました？読谷村から。読谷から、はい、来ました。ということで、はい、じゃあこの読谷八千夢市というのはもう毎年来られてるもんですか？そうですね、毎年、はい、購入に来ております。はい。実際にこの毎年本当にたくさんの方が来られるんですけども、会場の雰囲気、今回はいかがですか？すごく他の八千夢会場よりも人が多くて、売り切れの商品も多かったように感じました、はい、まだね、初日なんですけども、中にはもう売り切れというところも出てるみたいなんですけども、ちなみにですけども、今回お目当ての八千夢は見つかりましたか？はい、私用と、あと父親が福岡の実家から来月遊びに来るんですけれども、ちょうど誕生日だったので、誕生日プレゼントも無事に、はい、購入することができました。ちょっとお話ちょっと、ね、お聞きしますと、何やら FM を見たんで番組をされているということで、最後にこちらの PR お願いします。はい、ありがとうございます。土曜日14時からチュラ海心、パーソナリティのユキをさせていただいております。生放送でお送りさせていただきますので、ぜひ皆さんそちらも、ご覧ください。はい、毎週土曜日の、2時からですね、放送してますので、はい、ぜひ皆さんお聞きください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。読谷八千夢市に足を運んだ方からお話をお聞きしたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。すみません、今日はどちらから来られました？大阪からです。大阪から。大阪から来られたということで、はい、ありがとうございます。今回この読谷八千夢市というのは、もう以前から知っていたものになりますか、それとも初めてのものになりますか？私多分10回目ぐらい。10回目、うん、初めて。僕はここは、この場所は初めてです。実際に、初めてということなんですけども、実際にこの会場の雰囲気というのはいかがですか？そうで、開始の1時間前ぐらいに来たんですけど、結構もう行列ができてて、いっぱいいましたもんね、うん、わすごいことになるのと思ったら、案の定すごいことになってました。いや、もう毎回楽しくって、もう作り手さんとお話できるのとか、もうみんなやちむん好きな人が来てるんだなっていうんで、もう心あったかくなりますね。嬉しいですね。またね、今回たくさん、購入されたと思うんですけど、お目当てのやちむんは見つかりましたか？本当に探してたものはなかったんですけど、でもすごくいいものがたくさんあって、目移りしてしょうがないです。同じくです。同じくですけど、でも意外なものも買えたりとかしましたし、はい、ここでしか買えないものとかたくさんありますし、なんか楽しいですね。いいもの買えました。また今ね、まさしく後ろの方でね、今チャリティーオークションの方が行われてると思うんですけども、無事落札おめでとうございます。ありがとうございます。今回ちなみに八千夢はいくらぐらいで落札したものになりましたか？9000円です。またね、これも県外の、大阪の方に持って帰っているということで、大事にしますということで、はい、お願いします。
はい、またあの来年もまた来てくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい